毎日トレーニングしてもいいですかと。もちろん毎日トレーニングしてもいいよ、オフは大事だということで、まあ毎日トレーニングしてもこういいのかと。でこれはやっぱりね、個人差にがあるんだな。だから回復力はもう個人個人違うわけでしょ。だから毎日トレーニングしても回復できる人もいるし、一日おきにトレーニングしないといけない人もいるし、まあ2日やって1日休んでるが OK という人もいるだろうし、毎日ずっとトレーニングしてある時急に疲労が溜まってオフにしなくちゃいけないという時もあるかもしれないし、これはもうね臨機応変に、毎日トレーニングできるなら別に毎日トレーニングしても構わない。